こっちの手からこっちの手で切り替え、これすごい大事だ。これこれこれずっとこうなっちゃうから、このパってこう次こうね、進このすぐ意識の切り替えっていうかな、意識の。もう相手の人たちはこう最後までこれなんかやりたいんです。もう例えば担当の連続したら担当いつまでも当然担当持ってるのを直してやりたいんですよね。でそんなくて別にこの手関係ないからもう入ってるからね。そういうのから意識を教えてくれるだと思うんです。だからこの追っかけていきたいけど、これに来た手はやめて自分がこうなんていうの空いてる手でこう崩していくっていう、そういう風にやってます。で今右投げと小手返しやりますけど、それをちょっと意識してね、見せたらもうすぐ入ってきてで右投げにやります。で見せたらもう意識を切り替える。この手関係ないから、この手なんかするの関係ない。見せただけもう入ってるの失礼ポン難しいですね。見せたらもう入ってる、そして小手返し意識を切り替える。ここにずっとこうに切って何かやると考える。見せただけ転換しちゃう。そうこっちあるから自分に切り替えたほうがいいかな。こうやって見せてあるんだよ。もう変わって今と同じですけど、今度はだから意識を切り替えて見せただけ、そして何か見せただけこうね、この稽古今ね見せたんですよ。じゃあいいや、こうね、こう見せて取りて見せて見せて気にしないで、今度はじゃあ見せて気にしなかったんだけど、こっちの手見せたんだけど、今度はこの手使ってなんだよ、こっちの手からこっち持ち替える。そうなんでしょうか。パッと見せたらパッと持つ、ね、振り返る、ね、見せて、ね、こうねもらう、見せといてもらう、反対、そうですね、こうそしてこう何でもいい、見せてこう、ね、見せてもらう、一応持つかな、触ったかな、で、まあ、今言うのは必要ないかな、見せて持って、まあ、見せて持って、まっすぐ上げて、見せて持って、まっすぐ、持ち替えね、見せたのを。見せたの、まあ、持たなくていいんだよ。こっちの手をさっきは見せて気にしない、見せて気にしないやったんだけど、今度は見せてこっちの手、ね、こっちの手と手もらいたいんですよね。おいしい餌見せなきゃいけないんだから、で、成虫戦の前で僕がこうやってやったら彼取りに来ないの、やら次来るから、もうやられたの分かってるから、見せるときは知らない、いいよ、取って持っていっていいよって言うて、おいしいって、彼にとっておいしいって、それを見せてる、そして、取りに来たらもうすぐ、自分の中、見せてた来たらもうもらってるから、そういうふうにやらないと、初めからこうやって、ほいほい、ほいほいよって言ったら、来ないよね、誰もね、だからちょっとおいしいって見せたら、おいしいって言ったら、成熟性が外れて、弱いって、優しいって。力入ってる、優しい、もうちょっと厳しい、その中ちょっと難しい、こっちに入ってない、もっと簡単だったんだな、もらったらすぐもらったら結構次は見せて、こっちの手にすぐ上げて、これが一番簡単、もう夜の気がしますね、見せて、もらったら入ってことだったら、外に入ったら、
次がそう。難しいことじゃあ今度は見せて積極的にこう囲いもらうこの手見せた外したさっきはこっち持ったこの手外して囲いずれへんパーンって言ったでしょこの手でこうとかじゃなくて今度はこの手同じ手ですからパッて見せてこっちこっちパッて見せてこっちあごめん見せてきたよね。したらこの手やめちゃうの。パッで中心になってまたつかん。どこに行ってるじゃん。見せてパッてやってもう一回つかむ。もう一回つかむときには、まあ、どうでもいいこうでもいい。いろいろそういうふうに使うってことね。だから見せた手をやめてもう一回使うっていうそういう。さっきは見せた手をなんか違う今度は見せた手あこっち来たらこっち来たらやめてもう一回受けに来たらこっちから内から入ってきてこう下で入ってきてやめるよねでこうなるあそうしたらもうどう、まあ、そういうふうになるどの技やったらいいか僕はここだけ、意識だけ、ね、じゃあちょっとこれね、見せてこの手見せて、吸収って、まあ、できたらできたらで、もう一回じゃあちょっともう一回で受けられたら今度は腰をなるべくねこれをやりながらもしくは一回こっち持ち替えるその時なるべくここを自由にしてこれも使うっていうことですそうすると割ともうね腰を使えばいろんなことができますよねそうですあの同じことですよねこう持ち替えて例えば使ってこれこう。今やったのは例えばバンドね今このままこのまま行きましたねこれで腰を使うんですよこうそうするといろんなことがこうやってくるもうちょっとこうバンバンってやるときにもっとちょっとこう自由だよってここ自由にしていいよって思いながらちょっとやってちょっと音が変わるといいよ。色の技。バッ。バッ。こっち。バッ。こういうのともしくはこういうのとこれを意識してこういう時にこのままいったらこのまま倒して変わればいろんなことができるあと自由になるじゃあそれを終わりにしましょう